今日は大吉洋平アナウンサーとお送りしております、はい、向川智美のエーナーでございますけれども、ここからは政治ジャーナリストの青山さんにお話を伺います。青山さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。今日は小泉アナウンサーが夏休みということで、はい、で私、いいですね、夏休み。そうなんです、はい、私向川と、後輩の大吉洋平アナウンサーと一緒に、はい、伺いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大吉さん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではまずこちらから参りましょう。どうなる自民党総裁選、総裁選に向けた準備が本格化。26日の自民党総務会で9月の総裁選に向けた選挙管理委員会のメンバー11人が報告されました。裏金事件で多くの派閥が解散を決めたことを受け、従来の派閥ごとの人選から地域や当選回数などを考慮する形に変えたとしています。今後総裁選の日程やルールを議論しますということなんですが、青山さん、はい、この選挙管理委員会のメンバーというのはもともとは総理大臣が決めることができるんですよね。そうなんですね、まあ、総裁ですね、はい。まあ、それでこれまではですね、まあ、派閥に大体こうバランスよく配分するんですね、はい、まあ、要は派閥がこの総理大臣を選ぶ構造になってたので、はい、まあ、そこはあまりこうエコひいきにならないようにということだったんですが、今回派閥なくなったので、はい、結構この選び方っていうのが注目されてたんですが、まあ、一応当選回数とかですね、まあ、男女とかにこうバランスよくという形にしたと言われてるわけですね、はい、したと言われてるという、はい、ちょっと含みのある言い方に感じたんですけれども、そうでもないというふうに青山さんはご覧になって。いや、僕はね、うん、これ高市さんの陣営から、はい、要は高市さんの推薦人が2人入ってること、過去の推薦人が入ってることで、まあ、これ要はですね、選挙管理委員会のメンバーになるとこの人たちは行事ですから、はい、誰かを応援しちゃいけないってことに基本的になってるんですよ。なるほど、まあ、もちろん投票したりはできるんですけれども、その推薦人とかにはなれないということで、そこから高市さんの推薦人から2人取ったのは高市さんのこの立候補潰しじゃないかみたいな声が上がってはいるんですね、うんうん、なるほど。ただですね、これまあそういうこと言い始めると、これなかなか総裁選挙のこの管理委員会って選べなくなっちゃいますし、はい、まあ、そこまで考えてね、特に高市さんにこう照準を合わせたっていうのはかなりちょっとうがきすぎかなというふうに私は見てます。あ、じゃあこれメンバー見ても、うん、青山さんから見ていても、特に岸田総裁に有利な人選を岸田さんがしたという批判も、まあ、選べば出るじゃないですか、うん、出るけれども、実際はそんなことはないという印象ですか。そうですね、っていうか別にそんなにおかしい人選とはやっぱ見えませんよね、うん、やっぱりあとですね、岸田さん本人がまだ出るか出ないかはっきりと決めてないと思います。いや、そこなんですね。だから、はい、自分に有利にしたというほどですね、はい、なんだろう、前向きに何かこう仕掛けようとしているという状況じゃないと思います。青山さんの取材ではどうでしょう、うん、はい、岸田さんはやっぱり続投というのを目指していると思われますか。これはね、間違いないですね。目指している続投を目指しているのは間違いない。で、だから今ですね、最後に切れるカードをですね、切ろうかどうかってところで、はい、今いろいろこう岸田サイドで揉めてるんですけれども、うん、ただやっぱりね、不安ももちろん岸田さん持ってて、やっぱり周辺に若干弱気な発言もしてるみたいなんですね、はい、例えばそのこの前自民党幹部とちょっと集まって今後の政策について話し合った時に、はい、やっぱりこうした政策は次の総理が誰になっても続けなきゃいけないってことをしきりに繰り返すんですって。次が誰になっても、つまり自分じゃなくてもってことをやたらと言っていて、はい、それは単なる謙遜じゃなくて、やっぱりもう自分はもう当選できないかもしれない、終わりかもしれないっていう危機感を強く持っていると。さらにやっぱりね、この人、岸田さんってプライド高いんですよ、すごく。はい、だからやっぱり総裁選に出てね、超かっこ悪いことにはなりたくないってことを漏らしてるようなんですね。なるほど。ただこの自民党のね、その世間における支持率ってもう今瀕死状態まで落ち込んでるわけですよね。そうですね、はい、もうプライドが高い岸田さんといえど、うん、もうすでにだいぶしんどいことにはなってる中で、うん、これ、岸田さん続投を目指す上での最後のカードって今青山さんおっしゃいましたけど、それはどんなカードが今この状況で残されてるんですか。手元にあるものは何なんでしょう。ね、もうね、実はね、本来は外交と経済だったはずなんですけど、はい、このカードは全部切っちゃってもないんですよ、うん、もうすでに沸騰してるんですね、はい、そんな中でこれね、このエーナーでも何度も言ってきたんですが、まだ切ってないのが幹事長の交代カードなんですよ。
なるほど、はい、おっしゃってましたね。やっぱりね、茂木さんはね、あのかこの総裁選に出たいと言っても公然と動きを始めてるわけです、はい、で幹事長もそれこそその行事役のトップでもあるわけです、選挙管理委員会の、うん、もうこれ自民党のイベントなんで、自民党総裁選っていうのは、はい、やっぱり党のトップの幹事長が出るっていうのはちょっと筋としておかしいっていう見方は強いし、やっぱりこの表裏一体である総裁と幹事長っていうのはワンツーでナンバーワンナンバーツーでやっぱり表裏一体であるべきなんで、基本的にやっぱり総理が出るのに幹事長が出るっていうのはやっぱおかしい。あの実際これまでも平成の明智光秀なんつって石原さん、石原伸晃さんが批判されたこともありましたよね。だからやはりこの茂木さんが出たいっていうんだったら、最後岸田さんが茂木さんをもうこの段階でもいいから幹事長をクビにして、その代わりに石破さんを持ってきたらどうかっていうのは、これ岸田さんの側近がですね、今岸田さんにかなり進言してるんですよ。でそのタイミングがこのまさに自民党総裁選の日程が決まったぐらいでやったらどうかと、つまりもう8月の上旬とかですね、はい、っていうのが最後のカードとして残ってるわけなんです。面白い。石破さんは先日あの鳥取の方でちょっと考えてるみたいな、事実上出馬するに近いことをおっしゃって、鳥取から日本を変えたいみたいな、ね、ですよね、みたいなことをおっしゃってましたよね、ってました、はい、だけど、まあ、明言を避けてる茂木さんというのはやっぱりそのあたりのことを組んでるっていうことですか。茂木さんはね、やっぱりその、うん、まず岸田さんが出馬断念してもらってやっぱ出るのが一番綺麗じゃないですか、はい、だからそれを狙ってまだ虎視眈々と見てるんですね。虎視眈々と、うん、やっぱり自分から先に手を挙げないと、その岸田さんがもう出馬にできないって状況になれば、一番自分は幹事長のままで出れるわけですから、はいはい、それは美しいと思って今虎視眈々と見てる。で一方で石破さんはですね、やっぱ総理になれるんだったらなりたいんだけれども、うん、やっぱりね、岸田さんの悪口ってどこのメディア出ても絶対言わないんですよ。やっぱり岸田さんに幹事長を指名されたら受けてもいいって思いが少しあるんですね、やっぱり。わ、みんなでもなんか欲張りですね。欲張りだしね、石破さんはね、やっぱりこれは石破さんから、本人から聞いたわけじゃないけど、私いろいろ石破さんにインタビューしてて感じるのは、やっぱ石破さんって4回総裁選出て4回負けてるじゃないですか。そうですね。だからね、5回目もし次に出てもまた負けるんじゃないかっていう恐怖感がやっぱりもうすでに染みついちゃってるところがあるんじゃないかって思うんですね。これだけど、はい、幹事長は総裁がやれって言ったら絶対なれますから、はい、ただ総裁選は出たいっつって出ても負けたら出られ終わりですからね、なれないですもんね、やっぱそこの差を感じてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ただなんか石破さんって本当何回も総裁選挑戦して、うん、その度に負けてるっていうのは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、はい、なんかイメージとして総裁選って、党員党友とか、うん、あと議員票とかあるじゃないですか、はい、で結局、はい、石破さんってなんか自民党の中であんまりお友達がいないから今までずっと負け続けたみたいなイメージがあるんだけれども、うん、今回派閥っていうものが解消されたら、もしかしたら、はい、もうちょっとね、石破さんも党員党友で人気があるんだったらば、はい、挑戦すりゃ総裁なれんじゃないの今回はっていう思いあるんじゃないですか。どうなんだろう。いや大吉さんね、本当にその通りで、はい、今回はね、これまでにないチャンスなんですよ、うん、やっぱり自民党がこれだけ支持率下がってて、はい、で圧倒的に世論では石破さんじゃないですか。そうですね、これ2番手の小泉さんともね、ダブルスコア近い差がついてる世論調査もあるんですね、うん、それはぶっちぎりで石破さんなんですよ、うん、だからやっぱり議員の中にだって今回だけはさすがにやっぱり世論の支持がある石破さんだねって声もある、うん、だからやっぱり石破さんにとってはかつてないチャンスであるのは間違いないんですけれども、うんうん、一方でね、今回やっぱりこの前は小石川連合つって、まあ、河野さんと小泉さんと石破さんがくっついて、まあ、河野さんを押したわけですけれども、はい、今回ねこの体制がやっぱ崩れかかってるんですよ、うん、小泉さんも出るかもしれない、はい、河野さんも出るかもしれない、はい、そして石破さんも出るとねやっぱ票が分散しちゃうんですね、うん、ということがあるのと、やっぱりね石破さんに政策を聞くとね、アベノミクスにはやっぱり結構あの反対の意見なんですよ、うん、反アベノミクスで経済的に、はい、あと憲法は9条の2項っていうですね、あの武力を持っちゃいけないっていうところを削除すべきとか、はい、あとやっぱり天皇制ですね、やっぱりあの、女系天皇を認めてもいいんじゃないかとか、はい、かなり党内ではやっぱり批判の多い政策を持ってるんですよ。なるほど。
やっぱりね、ここがまだね、あんまり表に出てきてないんだけど、人気があるないだけで話してるんですけど、政策がこう出てくれば来るほど、やっぱり石破さん厳しいって声が高まってくる可能性もあるんで、そういう意味ではね、まだまだちょっと石破さんが本当に出てくるのか出られるのかさえ、私は微妙なところあるなと思ってるんですよ。あの石破さんが世論で人気があるっていう理由は何なんですか？それはやっぱり私は圧倒的にやっぱり表に出てるからだと思います、うん、今回もね、例えば、はい、まあ、いろんな番組に石破さんって出続けてるんですよ。うん、まあ、私が呼んだ番組とか雑誌とかにも出てもらいましたし、BS とか地上波も出てる。だけどね、例えば今河野さんとか小泉さんってあんまり出ない、はい、特に小泉さんは全然出てこないんですよ。全然そうですね、うん、やっぱりあの断られるんですね、あの出てくださいって言っても。やっぱりまだ自分は総裁選の態度を決めてないから、まだ早いまだ早いって言ってるんです、はい、河野さんだってそういうとこあるんですね。やっぱそうなってくるとね、圧倒的に国民の目にさらされてるのが石破さんなんですよ。うん、なるほど。見てるのが石破さん、そう、露出度。やっぱり露出度っていうのはね、この支持とね、比例するところってのはこれ間違いなくあるんですね。それそうですよね。まあ見てる方がこっちも投票しやすいというか、なんか分かってる気分になりますよね。顔と名前がね、一致してるって。うん、あとやっぱり、そう、それにやっぱり石破さんの気持ちも聞いてるじゃないですか。うん、だからやっぱりそれはシンパシーもね、感じる人は少なくないと思いますよ。石破さんってあの、なんか、記者会見とかね、記者の囲み取材とか受けてる時ってすごく迫力があるじゃないですか、うん、顔怖くて、ね、なんていうのかな、あの独特の、ね、ね、空気醸し出してる。だけどなんか実はサブカルが好きとか、うん、アイドルちょっと詳しいみたいな、そのギャップも結構なんかちょっと可愛いみたいなね、ことを言う若い人もいますからね。そう思ってる人もいるでしょうね。あのちょっとこう怖いと思ってる人もいるかもしれないけど、はい、一方でやっぱりその石破さんの親しみやすさっていうかね、あの非常にその辺は石破さんもあの学んいろいろこうメディアとかも出てきて学んだみたいなことも言ってますし、やっぱそこはねいいと思うんですが、ただねそれだけで本当にじゃあ総理として自民党の議員たちが推すかどうかっていうとやっぱり微妙なところがあって、特にその政策面でやっぱり安倍さんに対してだいぶこう距離があるんですね。つまり反安倍的なわけですよ、うん、これは当然安倍さんと対抗してきたから当たり前なんだけど、はい、そうするとまだね安倍審判が多い自民党の中ではねかなりのこう抵抗感っていうのが出てくる可能性あるなとは思いますね。なるほど。となると気になってくるのが次なんですけれども、こちらです、はい、イメージ刷新なるか、ポスト岸田に若手擁立論。各世論調査で岸田内閣の支持率は危険水域、退陣水域に低迷し、自民党内では危機感があらわになっています。さらに15日公表の ANN の世論調査では、次期総裁選で岸田首相が出馬しない方が良いと答えた人がおよそ6割に達しまして、 43% が次期衆院選後に政権交代を期待すると答えました。岸田内閣の支持率低迷が深刻なのは政権運営への批判に加え、自民党の古い体質への不信感も強いとの見方があることから、若手議員が有力候補に上がってきているということです。青山さんに改めてここ最近で有力なポスト岸田候補について伺っていきたいと思いたいんですけれども、先ほど出ました、はい、まあ、小泉さん、なかなかちょっとこう外には出てきてくれない、はい、ただ人気はやっぱりありますよね。人気ありますね、うん、やっぱりあのライドシェアとかですね、はい、個別の政策は一生懸命進めて、うん、まあ、そういうところでは存在感ありましたし、はい、やっぱりなんといってもね、こういうポスト岸田候補って言って名前が挙がる中でぶっちぎりで若いんですよ。確かにそうです、ね、まだねこれだけもう当選5回なのに43歳ですからね。うん、やっぱり時代をこう進める、時計の針を進めるってなると、はい、やはり名前が上がってくる、期待感を集めるのは小泉さんっていうのはこれ間違いないと思います。で、これ政治的な力としては小泉さんはあるんですか？これね、いろいろ確かに微妙なところはあるんですね、うん、まだ大臣も環境大臣しかやってませんし、はい、例えば党の幹部とかになったこともないんですね、はい、あとまあ環境大臣の時いろいろポエムだとか批判された経緯もある。だけどもやはりそれでも若い人にっていう考えはもちろんあるし、当選5回だからそれなりに資格があるっていう考えはあるんですね、うん、なるほど。あとなんといってもね、小泉さんは結構押そうっていう人がやっぱり今回党の中で増えてきてるんですよ、はい、やっぱさっきねあのちょっと名前を出した石破さんを支持するかどうかっていうことになってるこう菅、前総理とか、はいはい、あと二階派の元二階派の議員たち、まあ、あの武田良太元総務大臣とかそういった人たちが、はい、うん、やっぱり石破さんより小泉さんの方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるようなんです最近。うん、でそこで一定の塊があるプラス
森元総理がですね、はい、森喜朗さんが小泉さんで行こうって最近天の声を出してきてるようなんですね。あら森さんはいろんなところからやっぱり天の声を出すんですね。出てくるんですね。で、その心は何かっていうと、うん、やはり森さんといえば、まあ、安倍派のドンでしたよね、はい、安倍派森派というあの清和会で、今そこの清和会はまあ裏金事件でやっぱり候補者も出せない、はい、例えば萩生田さんとか福田達夫さんとかやっぱり今回立候補できない。そうするとやっぱりこの森派にシンパシーを感じてる、うん、やっぱり森派にこう近い人たちの中から総理大臣出したいと、はい、それでこの清和会安倍派をこうまとめた形でやはりまだ崩したくないと思ってるんですね、うん、なるほど。そんな中で小泉純一郎さんというのはもう森派の堂々とした総理大臣でしたから、はい、息子の進次郎さんはこの森派安倍派の流れには加わってないけれども、うん、やはりこの清和会的森派安倍派的だろうということで、うん、小泉さんが適してるんじゃないかということを言い始めています。これでも例えばイメージ刷新を図ってね、うん、若い人を擁立していこうっていう狙いがあるのだとしたら、はい、それで選ばれる小泉進次郎氏の背景には森喜朗さんの一声があるって聞くと、やっぱりすごく気持ちが悪くて、ちょっとね、自民党の古い体質そのものだよねって思っちゃいますけどね、うん、今の話を聞いてると。そうですよね。ですから小泉さんサイドとしてはその森さん の影みたいなものをですね、なるべく消したいと思うし、うん、あんまり実はちゃんとね、その清和会の議員たちが、元議員たちが押してくれるのは嬉しいだろうけれども、はい、あまりこう表に出てきてくないっていうところは正直なところだと思うんですね。お父さんどうなんですかね。小泉元総理は息子さんに対して行け行けっていう方の姿勢なのか、それともやっぱりまだ若すぎるか、どっちなんだろう。純一郎さんはその石破さんとね会食した時に、はい、息子の進次郎は50歳までは総裁選には出さないって言ってるんですよ。あと7年もありますよ。7年もある、ね、ただねこれね、進次郎さんは周辺にはこんなねお父さんの言うことをなんでメディア取り上げんだと、全く報道価値ないと、はい、僕は50歳なんて全く気にしてないって言ってるらしいんですよね。ほう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 、結構ね反発してるみたいなんですよ、はい、だからまあお父さんそう言っててもね、別にもうね小泉さんだって40過ぎてて、うん、別にそれに従わなきゃいけないってことでもないし、そうですよ、ね、あとねもう一つ、小泉さん今回出るんじゃないかっていう背景に理由があるのは、はい、小林鷹之さんっていう人の名前が上がってきてるんですよ、若手の中から。はい、小林鷹之さんっていうのは小泉さんより年は上なんですけど、49歳で、うん、だけど当選回数は1個下なんですね、はい、4回なんですよ、うんうんうん、でこの小林さんが出てきて若手のホープだっつってバーンって出てくると、小泉さんは抜かされちゃった感が出ちゃうんですよ。なるほど。やっぱりねこれは小泉さんにとっては結構、ね、深刻な危機でもあるんですね。うん、今までは若手の代表みたいな感じでずっとやってきたのに、あれいつの間にか若手の代表は僕じゃなくなってたっていうのは、やはり小泉さんにとってはこうちょっと厳しい状況になるわけ で、ね、やっぱり自分も出たいっていう思いがそこにもう一つの理由としてあるようなんですね。面白い。でも先日のね東京都知事選でも40代 の、 石丸さんがすごく頑張ったじゃないですか、うん、そうなんですよ向川さん、やっぱこの石丸現象っていうのはね、はい、やっぱり自民党もこういうちょっと名前が知らなくても、まあ、小林鷹之さんみたいにね、あんまり知られてなくても、やっぱり若くて元気が良くて本当にできる人を出して、はい、やっぱりこういう若手や無党派層の関心を集めなきゃいけないっていう、ね、流れにつながってるのは間違いないんですよ。ですよね。やっぱりSNS を上手にやっぱり使ってるっていうのも感じましたしね。そうですね、まあ、小林さんとか小泉さんはね、石丸さんみたいなああいうこう YouTube で対決したりこう反省しろとか、はい、恥を知れとかいうようなタイプじゃないんですけれども、それはね、はいはい、でもやっぱりねこういう若手とか無党派にどう刺さっていかなきゃいけないかっていうのはこれから自民党もね考えていかなきゃいけないんで、うん、まあ、今回もね一つの総裁選はきっかけになってくる可能性ありますね。そうですね。そういう意味では私は楽しみですけどね、若い人がもしかしたら首相に総理大臣になるかもしれないっていうのはね、うん、そうなんです。ただね一方で向川さん、やっぱりこういう動きが出ると潰そうっていう動きも出てくるんですよ。なるほど。やっぱりこれ時計の針が一気に進みすぎるのは良くないと、もうお前ちょっとこんなところで跳ね返らないで自重しろっていう、やっぱりね圧力もかかっていて、すでに、はい、やっぱこのあたりにねこの小泉さん小林さんがちゃんと立ち向かえるのか、それともやっぱり先輩に言われるから自重するかなってなっちゃうのか、このあたりも大きな見どころというかですね、注目点だなと思ってます、はい。まあ、確かにもしアメリカ大統領が
トランプさんになった時に、はい、立ち向かえるかなというか、あの対等に話できるかなってちょっと心配にはなったりしますよね。そうですね。ただね、うん、これね、じゃあ石破さんなら立ち向かえるかとかね、誰なら立ち向かえるかって言い出してもキリがないところはあるんですよ。やっぱり、はい、まあ、安倍さんみたいにもうすでに人間関係を作ってた人はもういないので、はい、だからやっぱり私はね、こういう時こそ日本がどうアメリカと向き合うかっていう軸をちゃんと決めて、うん、仮にそれが相手がハリスさんであろうとトランプさんであろうともう変わらないんだと、はい、うん、そういうような総理を逆に選ぶべきだと。そうですね、やっぱり相手が誰だからなんつってね、こう対処療法みたいにして鼻面引き回されるような外交はもう卒業するんだっていうね、はい、時期に来てんじゃないかなと思いますね。うん、なんかちょっとこう一本筋が通った感じは見たいですよね。そういうところで、じゃあそれが誰なのかっていう見方をね、はい、してったらいいんじゃないかなと思います。うん、では続いてまいりましょう。こちらです。立憲民主党、党の顔は誰に、9月代表選へ動き出す。立憲民主党の泉健太代表の任期満了に伴う代表選が9月に実施されます。支持率が低迷する自民党でも同時期に総裁選が見込まれる中、自民党に対峙できる顔を選ぶべく党内で動きが活発化しています。立憲民主党の小沢一郎衆院議員は27日横浜市で、今の泉代表の執行部体制では政権交代を目指す野党協力ができていないとして、9月に予定される立憲民主党の代表選に向けて泉代表に代わる代表を擁立したい考えを示しました。現段階で出馬を表明した議員はいませんが、今後どうなるのでしょうかということなんですが、9月にはそうなんです、立憲民主党も代表選なんですね。青山さん、そうですね、立憲民主党はやっぱり自民党総裁選にあんまりこう隠れちゃうのは嫌なんですけれども、はい、やっぱりここでやっぱり党の存在を示したいということで、やっぱり日程はできるだけ近づけてですね、うん、やっぱり自民党総裁選のちょっと直前ぐらいに日程を組もうと今画策してますね。なるほど、まあ、今代表は泉健太さんなんですけれども、はい、泉代表っていうのはやっぱり続党に動いてるんですか？もちろんそうです。やっぱりあの、ここのとこ立憲民主党ってあの調子も良かったですし、はい、まあ、東京都知事選はね、蓮舫さんちょっと惨敗しちゃいましたけれども、その前の衆議院の補欠選挙なんかは全勝したりしてですね、はい、非常にやっぱり勢いあって、まあ、そういう勢いを借りて、やっぱり泉さんはこのままあのやっていきたいっていう思いは強く持ってるんですね。ただ党内的にはやっぱり泉さんってこうどうしても国民的な知名度も低いし、そうですね、あんまりこう総理にしたいねっていう声が上がってなくてですね、まあ、小沢さんをはじめとしてやっぱりここはもう政権交代本気で目指すんなら別な人にした方がいいって声も少なくはないんですね。うん、と言いますと、別の人というと例えばどんな名前があるんでしょう？いや、これがまたね、別な人がじゃあ誰がいいのかっていうのは難しくて、はい、今やっぱり立憲民主党の中でこう意欲を示しているのは枝野前代表ですよね。うん、あ、枝野さんね。ただ枝野さん、はい、はい、枝野さん、まあまあこの立憲民主党の創設者でもあります、うん、オーナーですよね、はい、事実上の、まあ、とあとやはりこう声が上がるのは野田元総理大臣ですね、野田佳彦さん、はい、あとまあ小川淳也さんとか長妻さんとか名前上がるんですけれども、やっぱりちょっとなんかどなたもなかなかこうじゃあこれだっていう決定打がなくてですね、うん、あと若手っていうとやっぱりなかなかこう名前を知られてる人もいなくて、今やっぱりちょっと混沌としてるという状況ですね。これ立憲小沢さんがですね、うん、その政権交代するなら、まあ、今だっていうことを言ってるわけですよね、はい、ただ立憲民主ってどれぐらい本気で政権交代考えてるのかなっていうか、うん、その要は毎回毎回野党を共闘するのかしないのか、でもやっぱりできない、野党って一つにまとまれないよねみたいなことが続いてるわけじゃないですか。で、自民党今非常に厳しい状況ではあるけれども、野党共闘しての政権交代、それとも自民党が今弱くなってるから立憲民主野党まとまらなくても政権交代、どれぐらい現実的な話として党内では共有されているものなんですかね。あのですね、現実的に立憲民主党だけであの政権を取るっていうのは不可能です、うん、ですよね。まず候補者が過半数いませんから、はい、過半数っていうのは233なんですけれども、うん、そんなに候補者出してないんですよ、まず立憲、うん、なのでもう絶対無理なんです。ですから政権交代するとしたら野党とこう連立政権を作るしかないんですよ、はい、他の野党と、はい、だけども共産党を入れると維新とか国民はついてこない。で、維新や国民はじゃあ共産党なければ連立組んでくれるかっていうと、やっぱり維新はすごい立憲嫌いなんですよね。でどっちかっていうとやっぱり自民党に近いのはこれ間違いないんですよ、はい、でそんな中でやっぱり立憲民主党っていうのはどこまでできるのかっていうのは、これやはり今まさに大吉さん言ったように
微妙なところではあるんですね。ただね、私、うん、野田さんにそこ聞いたら、もし選挙結果で自民公明が過半数を割ってきたらね、はい、じゃあやはりこれは国民の声として政権交代すべきだって声だから、うん、やっぱり連立工作しようっていう機運が盛り上がると、うん、連立について話し合おうと、はい、でその中でもし立憲と例えば維新と国民とかくっついても足りなかったら、はい、自民党から 2,30 人出てきてもらって、うん、まあ要は昔小沢一郎さんがね新政党を作って野党連立政権細川政権ができた時のように、まあ、あれは選挙前から出てきてたんですけれども、うん、つまり自民党の一部も出てきて新しい連立政権を作るってことをやるんだみたいなことをおっしゃってました。なるほど。続いてのニュース参ります。いきます。兵庫県知事パワハラ疑惑騒動広がるも辞職を否定。兵庫県の斉藤元彦知事によるパワハラなどの疑惑を内部告発した前、県の、西播磨県民局長の男性職員が死亡した問題について県の対応が妥当だったかが問われています。告発は公益通報に当たる可能性がありますが県は早々に文書を斉藤知事らへの誹謗中傷と判断し男性職員を処分したためです。斉藤知事は24日の記者会見で、移動前知事時代から続いているとした上で疑念を抱かれないようなルールを設ける意向を明らかにしていますということなんですが、青山さん、これなかなかの批判を、はい、かなり強い批判を受けているんですけれども斉藤知事は、ね、はい、辞職をしないということなんですね。そうですね、はい、やっぱり知事っていうのは選挙で選ばれてますから、はい、まあ、簡単に辞めさせることはできない。本人がやっぱり辞めるっていう言う以外ないんですよね。はい、で私はね、まあ、もちろん直接この兵庫県政を取材してるわけじゃないんで、まあ、東京の日本維新の会がどう見てるかっていうことを中心に取材してるんですけども、はい、日本維新の会はね、先ほどから話題になってる自民党総裁選があったり立憲民主党の代表選がある中で、ますます影が薄くなってく状況なわけですよ、この夏から秋にかけて、はい、そんな中で目立ってるのはこの兵庫県知事のパワハラ問題ということで、ただでさえ今ね勢いを失っていると言われているのにものすごい決定的なダメージになる可能性があるということで、非常に東京の維新の会の議員たちももう戦々恐々としてるんですね。あ、そうなんだ。そうですか。いやこれはね本当にどこまでこう維新の信頼に傷がつくのかっていうのは計り知れないぐらいだと思ってるんですよ、うん、状況なんです。特に、まあ、まあ大阪関西もそうですけど、それ以外の地域っていうのはやはり維新の会まだまだ足腰弱いし、そんな中でこう 総選挙でね一定の候補者を立てて野党第一党を目指すとしてきたのに、もう完全に黄色信号どころか赤信号が止まるんじゃないかぐらいの状況で、はい、かなりこの斉藤さんの判断っていうのはやっぱり党もねきっちりこれ指導していかなきゃいけない段階に来てるんじゃないかと思います。まあ、これ兵庫県知事選の時って斉藤さん特殊で維新と自民の推薦を受けて当選した人だからっていう ね、今のお話でしたけど、はい、うん、そうですね。ただ自民党はねもう早々にもう辞めるべきだみたいなことを言い出してますから、はいはい、あとはやっぱり維新の会がねどこまで守るのか、斉藤さんに鈴をつけられるのかられないのか、うん、まあ、このあたりがやっぱりガバナンスの問題も問われますね、日本維新の会の。これやっぱり辞職を含めた判断みたいなものを促すみたいなことはやっぱり裏でされてるんですかね。いやこれがねなかなか簡単にできてないみたいなんですよね。そうなんですか。やっぱりその国会議員とかね、はい、その党の議員とかだったら簡単なんですけども、うん、やっぱり知事っていうのは本人の名前で本人に書いてもらっている、選挙で選ばれているわけです、うん、はい、まあ、簡単に言えば大統領なわけですよね。なるほど、うん、だからやっぱりこの政党のにしょなの持ち物的な存在ではやっぱないわけですよね、うん、はいはい、だからやっぱり斉藤さんの判断っていうのが最後やはり大きくてですね、うん、非常にそこは難航しているようなんです。ただもうそれじゃ済まない状況になってきているということですね、うん、はい、これまあもちろんね青山さんは直接取材はされていないっていうのは分かるんですけれども、こういう状況まで来ても辞めると言わないっていう斉藤さんをどうご覧になりますか。いや政治家っていうのはですね、はい、やはりそれは選ばれた時はもちろん民主主義のルールにのっとって選ばれてるんですけれども、うん、はい、やはりその民主主義のルールっていうのは結局信用を得て県民から負託を受けてるっていうことなんですね、うん、でこれだけ批判を浴びてですね、
特にこの亡くなった方まで2人出ていて、はい、じゃあもう信用っていうのはじゃあどこまで今もあるのかと、うん、やっぱそういうことをこう冷静に判断する能力も政治家の資質の一つなんですよ、うん、そうですよね。やはりけじめをつけるのは自分しかできないので、はい、やはりそこはですね、やっぱ斉藤さんという人の政治家としての資質そのものが問われているということだと思います、うん、辞めるという決断もってことですよね。うん、はい、そういうことですね、うんうんうん、今ねその百条委員会とか開かれて、はい、疑惑が事実かどうかとかいう調査が進められてるけど、うん、もっと手前の段階で、はい、やっぱりパワハラがあったって内部告発をしたわけですよね、うん、一人の人、はい、それに対して斎藤さんは最初、はい、嘘800って言った。でこれは認めなかったからね。サラリーマンの立場としたら嘘800なんて上が言っちゃ絶対ダメで、うん、はい、なんか委員会を開くとか第三者委員会を開いて調査するとか、うん、もう嘘800って言った段階で辞職に値するっていう意見もある中で日本維新の会の馬場代表は事実が判明したら判断するみたいなこと言ってるけど、うん、遅くない、もうもっとその前の段階で十分に辞職に値することを言ってませんかって、ね、はい、あの関西にいるとね思っちゃいますね、うん、山さん。そうですね、うん、まあその嘘800というやっぱりこう自分の少なくとも部下のである人がですね言ってきたことを、はい、そういうふうにこう上が断罪するってこと自体がやっぱ態度としてはありえないですし、うんうん、まあね、斉藤知事もいろいろ言い分はあるのかもしれないけれども、はい、やはりその部下にそこまでやられるってこと自体にやっぱり自分の不徳の致すところだと、やっぱり自分の政治家としてのやっぱりこのやり方が間違ってたんじゃないかって謙虚に反省するですね、うん、姿勢がないと、うん、やはりこれは知事として県民をまとめていくということは到底できないということは間違いなく言えると思いますね、うんうん、そうですね、まあ、これからまあ本人がその辞職ということを決断できるのかどうか、それも政治的な能力だというふうにお話がありましたの で、 そうです、ね、あとやっぱり維新の会そのもののガバナンスの問題ですよこれは、うんうん、まあ、政党として維新の会というのはどういう政党なんだってことも問われると思いますよ。なるほど、そのあたりを、はい、まあ、私たち関西に住んでますから、うん、しっかりとこの先も見ていこうと思います。はい、はい、今日は青山さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週は上泉アナウンサー帰ってきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。気象庁によりますと29日は関東や東海など太平洋側を中心に記録的な暑さになり、栃木の佐野で41度を観測、はい、国内最高の 41.1 度に続き観測史上2番目の暑さとなりました。30日も40度に迫る記録的な暑さになる恐れがあり、気象庁などは熱中症に厳重な警戒を呼びかけています。昨日ねお天気を見てましたらこの先1ヶ月はほぼこんな天気ですって、1ヶ月も続くのかとちょっとびっくりしたんですけれども、うん、本当熱中症で搬送される方多くなってますので十分ご注意ください。はい、続いてはこちらの話題です。日本経済新聞によるとシャープは29日公式オンラインストア心ストアなどに不正アクセスがあったと発表しました。サイトで商品やサービスを注文した顧客203人の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が流出したほか、サイトにアクセスしたおよそ10万人についても個人情報が流出した可能性があるということです。シャープではオンラインストアなどのサービスを停止し、メールなどで注意喚起を始めています。はい、一応昨日の段階ではクレジットカード情報は流出していないんじゃないかということなんですけれども、うん、やっぱりこういう個人情報の流出っていうのは心配ですね。大手ですからね、はい、その辺のセキュリティでしっかりしてほしいなって期待したいですね。うん、続いてはこちらの話題です。朝日新聞によりますと横浜市保健所は29日京急百貨店内の日本橋うなぎ伊勢貞で販売されたうなぎ弁当などを食べた計130人が下痢や嘔吐などの症状を訴え、うち5人の便から黄色ブドウ球菌が検出されたと発表しました。市保健所は食中毒と断定し百貨店内の伊勢貞を営業禁止処分としました。せっかくね夏のスタミナ食として食べるうなぎがこうなってしまうと残念です ね元気出すためにね、はい、食べてるわけですから、ね、続いてはこちらの話題です。毎日新聞によると文部科学省は29日小学6年生と中学3年生を対象とする2024年度の全国学力テストの結果を公表しました。国語と算数数学のいずれの教科でも思考判断表現力を問う問題の平均正答率が知識技能を測る問題の正答率より低く、うん、20年度以降実施されている学習指導要領が重視する資質能力の育成に依然として課題がうかがえる結果となりました。そうなんですよね、せっかくやるんだったら分析してじゃあこの思考判断表現力が問えるこれをちゃんとできるように
学校側でもこう仕組みを考えてほしいなって思いますよね、うん、テストやるだけじゃなくてね。そうですね、はい、思考判断表現力全然自信ないわ私続いてはスポーツの話題です、はい、デイリースポーツによるとパリオリンピック3日目スケートボード男子では堀米雄斗選手が最終5演技目で驚異のハイスコア 97.08 点をマークし、うん、大逆転で連覇を達成、はい、一方体操男子団体でも最終種目の鉄棒での大逆転、うん、2016年ですねリオデジャネイロオリンピック以来2大会ぶりの金メダルを獲得しました。はい、今朝起きてテレビをつけたら速報でこの体操男子団体金メダルってバッと出たので、はい、おーやったーって思わず朝3時過ぎにガッツポーズを一人でしてました、うん、いや嬉しい、ね、体操はね、まあ、男子女子ちょっといろんなことがあったんだけれども、うん、そんな中でしっかり結果を出してくれてるっていうのは日本人として本当に嬉しいなと思います、ね、最後はこちらの話題です。スポーツ日本によるとサザエさんの花沢さん役、ちびまる子ちゃん山田くん役などで知られる声優の山本恵子さんが4月18日に都内の自宅で敗血症のため亡くなりました。83歳でした、ね、4月に亡くなっていたということでもう本当におなじみの声、みんながこう言われたら分かるっていうキャラクターをされていた声なので、てか花沢さんと山田くん一緒だったんだって今ちょっと衝撃を受けた。びっくりでしょ。確かに同じジャンルっちゃジャンルだけど、うん、でもやっぱり違うでしょ。うん違う。そうなの、カツオくんの声と一緒、うん、ね、山田が山田くんはあの笑ってる声、へーへーへー、そうですよね。そう、え、一緒だったんだ。歯が尖ったね、山田くんね。そう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 、さくら俺も仲間に入れてよっていう感じ、感じそっちだからそんなに違うことに声が出るんだっていうのと、ちょっとね、あの声優さんも亡くなってる方多いし、俳優さんもちょっと続いてるのでね、不法が続いてます、はい、残念だなと思っております。